はい、マジシャンのキラです。誰でもできるマジック、今回は不思議な50円玉です。使うのは、はい、1本に切られた輪ゴムと、そして50円玉が1枚です。真ん中に通します。はい、はい、通りました。真ん中に来てますよね。はい、そしてこの状態から息を吹きかけると50円玉が上に昇っていきます。いきますよ、せーの。だいぶ昇りましたよね。さあ、こんな感じです。ぜひ皆さんもやってみましょう。それでは解説します。はい、真ん中に50円を通しました。そして左手で端っこを握りますが、実は右手では真ん中ら辺を持っています。そう、この余分な部分が種になります。実際にはこのたるみを手の中に隠して見えないように持っています。そしてしっかりと伸ばしておきます。50円玉を右手の端っこの方に持ってきています。ここから、実際にはこのたるみの部分を、はい、こちらの力を抜くことで、こうやっていくと上ってるように見えるんですね。たるみがどんどん短くなっていくのがわかるでしょうか。はい、こうやることで50円玉の位置は実際には変わっていないんですが、上に上っていってるように見えるという錯覚を使ったマジックです。ポイントは、何気なく初めに真ん中を持ったのが見えないように手の中に隠してしまうことです。そしてしっかりと引っ張って、こちらを緩めると一気に縮んじゃう場合があるので、実際には、はい、このように、はい、たるみを隠したら左手で引っ張った方がいいでしょう。こんな感じですね。はい、で、角度をつけすぎるとこのように下に50円玉が落ちてしまいますので、あまり急な角度をつけないようにしましょう。ちょっとですよね、このぐらいがいいと思います。そうするとこのように上に上がってくるように見えます。そしてある程度残ったところで止めてしまいます。行き過ぎるとこのように落ちてしまいますので気をつけてください。簡単なんで、ぜひ皆さんチャレンジしてみてください。